さあ、ただいまからですね、B ブロックの第2回戦、ネットマンさん対、ネルケムさんの対戦が始まります。まあ、ネルケムさんの方が、電球の闇属性でご出演、ネルケムさんの方が最初の光という形になっております。
ここで一削り、二削り。さて。さあ、最前線からの運命発動。さあ、プレイヤーを落として、アンプレートスピードを使えない状態。さあ、カード枚数は2か4な状態。さあ、そこでスピードをやめて、アルタのお金を削る。さあ、アルタの掃除機はとっても均衡している。さあ、さっきと負けた状態になった。さあ、お互いに能力を発動させつつ、相手のキープのカードをちょっと削れれば、さあ、ここでアルティメット的な発動の効果強化を選択。さあ、この HP を削っているのを表1回転ができますね。さあ、こちらの方も発動で効果召喚。さあ、イーブンの状態。さあ、これ封印に成功したが、すべてくる。さあ、ここでカーボンパーカーできて、さあ、ダリアル削っていく。さあ、ここでデリケルさんのアルタのストーンが一つ削れた状態。さあ、ここで3試合をもう一つ削る。さて、潰して気力を上げる。さあ、ちょっとでも巻き込みたいところ。さあ、7回を取った。さあ、チェーンを直して、さあ、例えばカウントのあともうちょっとで完璧さを取ってきたところでしょうかね。さあ、この辺の時間からもうかなりの勢いがいる。お互いにバンパップをして、さあ、カウンターのアドバイト30カウント切った。さあ、ここでお互いに戻って、さあ、まるで多く削れるアルタナストーンのところに行きたい。さあ、お互い能力を活用させて、ちょっとでもカウンターを取っておきたいところ。さあ、ここで
レジロケの反応をプレイヤーが落ちて、さあ残りカウントの方が15カウントになろうかといったところ、さあこちらもですね、エルスカウントの方が順調にガリガリと削っている。さあここで2つアルトラソーが登録した状態、さすがにダメージをガリガリ上げて、プレイヤーを落としてカードが出た。さあ、ジェストマッチをどういうものが出て、僕の野望は止められない。さあ、ここでカードが2枚出たけれども、スピードが思ってもつけない。さあ、ちょっと満タンの方を削りに行きたいが、こっちが守るところが1つしかない。あと残り2カウント。さあここでカウントが終了という形ですね。さあ B ブロックの第2試合、エルスマンさん対ネリカムさん、エルスマンさんのホーリングパーが上がっております。ありがとうございます。